ケイ、久しぶりにゲームやるからちょっとやべえかもしんねえな、これ鳴らしで、最初鳴らしで。ゆきみさん、ティアマンで28ヶ月後続け、ありがとうございます、ありがとう。かわいいさちゃんさん300ビット、ありがとうございます、ありがとうな。メガネ買ってきたから。別にメガネ変える必要なかったんだけどさ、目に関するものをちょっと整えよう思って買っちゃったメガネ。しかも俺さ、黒縁系のメガネしか今までかけたことなかったから、ちょっと未開拓のジャンル行ってみようと思って丸めのやつをさやったんだけど、その店員さんがさ、こう、あの、お似合いですねみたいな声かけてくるやん。お似合いですねとかね、ま、丸いの探してたから、やっぱ丸いのを持ってきてくれるんよ俺のところに。そう、お似合いですねみたいな持ってくるやん。で、丸いの持ってこられてかけた瞬間、あ、ちょっと違いますねって、なんで持ってきたんこいつ、なんでそんな持ってきたん、ちょっと違いますねって何。でも正直に言ってくれた方がいいじゃん。正直すぎるよね。もうちょっと言葉を選んでよ。包んで言ってほしかった。あ、もうなんか違うやつの方が合ってるかもしれないですね、みたいな。言い方ってあるやん。ちょっと違いますね、って。いや違うね。なんで持ってきたんだ、俺言いそうになったもん。店員さんに。いや、俺黒縁しかマジでかけたことなかったからさ。逆にね。よしよし、まあまあなんとかなりそうだな。ちょっと今日からちゃんと休憩するようにしようかなって思って。まあ俺間違いなく眼精疲労だから、ちょっと今月ペース飛ばしすぎてたじゃん、配信時間。まあ10時間配信やったら、まあ、10分ぐらい休憩しようかなって。10分目を休める時間を作ろうかなって。それでなんとかなるだろう。メガネ結構思い切って変えたからさ、距離感がこの幅の距離感が変わってさ、違和感がよ、違和感が。